放射霧が遠くの空に生え、霜が降りた朝。2005年12月25日スコットランドにて放射冷却とは、高温の物体が周囲に電磁波を放射し温度が下がること。身の回りのあらゆるものにおいても日常的に見られる現象。日本では主に気象関係で耳にするくらいだが、地面の温度が下がり、気温が下がる程度が大きい時に特に使われる言葉。 秋から冬を挟み春までのよく晴れた風の弱い夜間に気温が下がりやすい。天気予報では放射冷却による気温の著しい低下が予想される場合、冬を中心に低温に注意する胸の呼びかけが低温注意報として発表される。また、秋と春は霜に注意する胸の呼びかけが霜注意報として発表される。冬季は霜注意報が発表されない。 そのため単に放射冷却といった場合には、気象としての現象を指すことが多い。絶対温度が0度ではないすべての物体は、プランクの法則により、電磁波を放射している。電磁波を放射している物体は、温度が下がり、他から放射を受けた物体は、温度が上がる。昼間、太陽の光が地表面に当たっているとき、地表面は、太陽放射を受けて温度が上昇する。 逆に夜間は地表面から宇宙空間に向けての放射があり、地表面の温度は低下する。この時、大気中に雲が存在すると、雲からの放射を地表面が受けることにより、地表面の温度低下が妨げられる。一方、大気中の水蒸気が少ないよく晴れた夜間には、地表からの放射はそのまま宇宙空間に放出されるため、地表付近の温度が低下しやすい。 この状態を放射冷却と呼ぶ。風が強い場合には放射冷却が起こっても空気が混合して上空の暖かい空気が降りてくるため放射冷却は弱くなる。また水は比熱容量が大きいため放射冷却が起こりにくい。海岸や湖岸などでは風が弱くても海陸風や湖陸風によって自然と混合が起こるため水辺に近いほど 放射冷却が弱くなる。山や丘に囲まれた盆地や窪地では、低地に冷気が溜まって、冷気庫となり、混合が抑えられるので放射冷却が強い。広大な大陸の内陸部では、盆地でなくとも放射冷却した冷気層が均一に広範に存在するため、混合が抑えられて放射冷却が強い。さらに、上空に寒気が流入するなど、 大気上層から中層が冷たい場合は、それに応じて下層の温度低下も大きく、より放射冷却が強い。放射冷却によって地表付近は冷える一方で、地中は地熱が保持されているため、地中深くなるほど放射冷却による温度低下が小さくなる。また、植物などの地面から離れたものは地表面と違って地熱の伝導を受けないので地表面よりも 若干温度低下が大きい。ただし断熱効果のある大いなどを植物の上に被せると大いの温度が低下してもその下は保温され温度低下が小さくなる。一般的に比熱容量の大小差により湿った地面は温度低下が小さく乾燥した地面や古い積雪はやや大きく新雪はかなり大きい。新雪に関しては 空気を多く含むので地熱が伝わりにくいことが関係している。このため、砂漠や乾燥地の一日の気温差は著しい。放射冷却による低温を注意喚起する場合は、強い放射冷却の発生が予想される場合である。そのため、特に晴れた夜間に限って放射冷却が発生するかのような誤解も見受けられる。正確に言えば、 放射冷却はどんな場合においても常に起こっている。放射冷却によって、地面付近の空気が急速に冷却されると、上空よりも気温が低くなり、設置逆転層という、種類の逆転層が発生することがある。湿度が極端に低くないとき、放射冷却によって、地面付近の空気が急速に冷却されて、露天温度に達し、放射霧という種類の霧が発生することがある。 また、川や海岸に近い海では、放射冷却された冷たい空気が暖かい水に接して蒸気切りが発生することがある。地域差があるものの、少なくとも日本の多くの地域では、秋から冬にかけて放射切りが多く発生する。この上、逆転層ができていて湿度が比較的低い時には、 人の視界の高さ以下の地面付近にのみ、薄い霧が発生するじぎりが見られることもある。霧が発生すると、雲と同じで地面放射を吸収して、再放射するため、放射冷却が和らげられる。また、霧が発生しなくても、空気中の水蒸気が飽和に近く、かつ、地面付近の温度が摂取0度以下の場合、霜が発生する。 また、地面が柔らかい土で豊富に水分が含まれていると、霜柱が発生する。森では、地面よりも木々の枝葉の方が温度低下が大きいので、木々だけに霜が降りる基礎が発生することもある。ありがとうございます。